どうも、高尾主です。皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。2022年1月1日、イベント、弾幕アドベンチャーの全探索が開放されたので、1ウェーブ、難易度ヌダティックを中心に、周回おすすめ理由等を提案します。早速、周回場所に参りますが、まず、裏、ヌナ・ボヤージュ。こちらは、攻撃式と回復式で昇格素材が被る具夢可変、妨害式で需要が高い雲の巻がドロップします。敵は1体のため体力が高いです。低コストで信頼度無理周回をするのであればそれなりの手持ちが必要になります。なお原作霊戦飛風豊姫であればコスト5周回も容易なので持っている人は試しても良いでしょう。次はとある死者の短すぎる安寧。こちらは妨害式で需要がある蘭竹可変の組み合わせ。どちらも絵札強化によく使います。巻物は破壊式の昇格でよく使う蛇の巻。敵は1体、体力が相変わらず高いです。低コスト、信頼度無理周回をするなら、それなりの手持ちが必要になるでしょう。次は、裏、聖画の旋回。こちらは破壊式、速攻式で昇格素材が被るほか、絵札強化にもよく使う、菊、竹可変の組み合わせ。巻物は、竜、虎の巻とベストな組み合わせです。ただし、敵の体力が非常に高く、低コスト、信頼度無理周回をするなら、それなりの手持ちが必要になりそうです。素材の関係でここがおすすめ度の高い周回場所となります。次は無慈悲な月の姉妹です。ドロップ内容は裏ヌナ・ボヤージと被ります。敵は2体のため体力が控えめにはなりますが有利不利属性ばらけているため低コスト無理周回をする場合はある程度キャラが厳選されるでしょう。イベントの注意点として期間が長いのですでにイベントポイントをカンストになっている人が結構いそうでカンストしても素材のために延々周回する人もいると思います。しかしながら1月上旬には復刻イベントの方も開催されるのである程度報酬を集めたらレイポイントを温存した方が良いかもしれません。以上参考になれば幸いです。